娘さんが苦しんでいる。はい。おはようございます。うん。鼻が辛いらしい。鼻炎かな?ごほごほですよ。病院はここですね。はい、音、あ、そうだ、音チェック、音チェック。はい、音、あ、そうだ、音チェック、音チェック。OK。ちょっとこう、音量をさ、こう、見えしか、かすしたいよね。声量が、日々喋ることによって、声量が上がってないか。上がってればいいな。私はそう思っている。上がらないんだな。上がってきた、声量が上がってきたら、ちょっと原因を下げたいと思っているから、原因をね、お金をね、じゃないんだよ。原因をね、下げたいなと思っているんだ。いるんですよ、これでも。声が小さいのがお悩みです。うん。ということで、どうしようね。これが、なんかもう、面白くなかった。あ、まあいいや。まあいいや。はい、次、カフェ、カフェ、カフェ。カフェ行きたい。カフェに行きたい。ない。1位のカフェはないですね。はい。買い物、買い物行こうか。買い物行きましょう。はい。お買い物。いや、これ、このタイプ。なんだっけ、最初の方も。困りますな。困りますね。私は買い物が好き。I like shopping. Shopping. すごくないよ。Shame. ちょっとこれまだ消化試合みたいなで。I want a red t-shirt. T-shirt.Hip. Hip. Hip. Yes, I like shopping. Yes, I like shopping. はい、初見さんいらっしゃいませ。お茶さんもいらっしゃいませ。はい。Welcome. はい、なんか簡単でした。ごめんなさい。簡単なとこでした。うん。ショッピング。はい、買い物が好きです。好きです。お金があればいくらでも買っちゃいます。でも、収納場所に困ってしまいます。I like, はい。I like ね。like じゃないじゃん。欲しいだよ、欲しい。欲しいだよ、欲しい。違うよ。私の答えは間違っているはずだ。OK。ちょっと待って。私は T シャツが欲しいですでしょ。I like T シャツって書いたんだよ。ピンポーンって OK にしちゃってるよ、ごめんなさい。おかしいわ。I'd like, I'd like。私の回答は間違っているはずだ。はい。すいません。間違えました。勢いでライクって書いちゃった。申し訳ない。何ジャケット?おっと。What? はい。欲しいです。これじゃ今度こそ欲しいです。I want a red t-shirt. T-shirt. I like shopping. I like shopping. I like shopping. Shopping. もう、こんな小さいのにショッピング好きなんてそんな。I like shopping. うん、そうなの?お金持ってんの?え、ママと行きな?その古い T シャツ、ダサい、アグリだっけ ?That whole T-shirt is ugly. アグリだった気がする。覚えなくていいよ。そんな単語覚えなくていいよって言ってやったよ。よいしょ。Do you like this coat? Hey, do you like this coat?Do you like this coat? My old t-shirt is ugly. 古い T シャツは、まあ自分のものに対してダサいっていうのは別にありかな。古い T シャツは?古い T シャツはダサいです。うん、なんで昔の自分はこんなダサい T シャツを買ってしまったのか。この人は自問自答してますよ。Do you like your coat?
失礼を申しました。はい。Do you like the coat?おい、次行きましょう、次。One T-shirt, please. うん。そうなの?そうなの?吉田さんそんなことしてんの?へぇー。いいよ、でも Want の方が楽だし。Want の方が楽だし。簡単だし。One T-shirt, please. はい、One T-shirt, please. はい。あ、T シャツでいいじゃん。One T-shirt.はい。ワンを強調したいんだよ。with. ね。would like, わかるよ。would like to でしょ ?my old t-shirt is too ugly.my old t-shirt is too ugly. だせえな。昔買った t シャツだせえな。なんか、整理してるね。お片付けしてるね。I want a new t-shirt. I want a new t-shirt. I want a new t-shirt.、うん、I want a new t-shirt. That old t-shirt is ugly. ん? That... ごめん、聞き取れなかったよ。That old t-shirt is ugly. ああ、さっきから言うとですよ。That old t-shirt. T-shirt is ugly. ね。That old t-shirt is ugly. お片付けしてんのかな?あれ?これテーマなんだっけ?買い物か。買い替えかな?そう。T シャツ買わなきゃ。T シャツ。T シャツを買わないと。まだ、すずり屋さん見てないんだけど。Floor. そうだ、今日は安いよって聞いちゃったから。買わなきゃ。Store.Hop.Hop. Hop. うん、walk. I walk here.No. I don't like. Don't like you.I could, this, can I, that, hat. Oh, that store is very famous. Oh, hi. Oh, that store is very famous. ちょっとこれ変じゃない今日。変な気がする。Where is the new store?Where is the new store? 発音いいかな?そうかな?あんまり自信はないけどね。なんかね、雑に言ってるから良さげに聞こえるだけじゃない?ネイティブの人聞いたら何言ってんのこいつってなるかもね。正しい店はどこですか?No, I didn't work here. Excuse me, do you work here? Excuse me, do you work here? Excuse me, excuse me. おち、ちょっと待って。これ日本語タイピングになってる。よし、危ない。Excuse me, 高学歴でもお給料が高いとは限らないんです。Excuse me, do you work here?Do you work here? Yes, this coat is on sale. Yes, this coat is on sale. Yes, yes, yes って書こうとしたよ、今。危ない危ない。Yes って書いちゃダメだよ、多分。このコートは、セール中です。セール中でいいよね。セール中は日本語だよね。セール中です。セール品です。いや、セール中とセール品は違う。違う。違う。別物だ。No, I don't like that hat. No, I don't like that hat.
L と R の発音ができない。難しいね。Is this T-shirt on sale? Is this T-shirt on sale? この T シャツは製品ですか？この T シャツは、あ、セール品、安売りしてますかって書いてみる。安売り品ですか？安売りしてますかって書いてみる。お買い得ですか？ダメか。絶対ダメだよな。ダメだよね。そりゃそうだよね。品がないとダメだよね、品が。セール安売りでいいんじゃないの？ダメ？イメージ悪い？ああ。This coat, is this coat, is this coat, is this coat on sale? I don't like that hat. I don't like that hat. I don't like, 耳悪いからな。I don't like that hat. Is this coat on sale?Is this coat on sale? Is this coat on sale? 何ですか、サスコって。Do you work at this store? そうは言っても、そんな、高学歴でもないけどな。Do you work at this store? Do you work at this store? Do you work at this store?Do you work at this store? Is this T-shirt on sale? Is this T-shirt on sale? 学歴よりね、経験の方が大事だと思いますよ。ね、この年になると見えてくるものがある。経験の方が大事だ。これは、この T シャツはセール品ですか？どうしようかな。安売りダメだかもな。この T シャツ、シャツは、どうしようかな。お買い得ですかって書いてみる。ダメかな。お買い得ですか？いけた！いけたよ。いけたよ、これ。Is this T-shirt on sale? はい、お買い得ですか？この T シャツお買い得ですか？いけちゃったよ。はいはいはい、メモメモ。はい。お買い得ですか？いけちゃったよ、レオリンゴさん。すごいじゃん。びっくりしたわ。いやー、こういうなるから面白いんだよ。Has.three hat, hat. Yeah, hat. Three hat, one hat. Let. ん？なんか違った今。スペルが違うって言われたな。なんてこと？ Let. Let. 間違えたか。うわ。Oh no. この T シャツ長すぎさ。No. Oh no, this T shirt is too long. Wrong.Two hats, one hat. あ、そうか、two hats, one hat. あ、帽子二つ。帽子ってなんて数える？二つ。帽子一つ。何これ、スカート？あ、スカート。絵でわかんないですね。three coats, one coat. はい、three coats, one coat.コート、三着。コート、三着。コート、一着。One hat, two hats. One hat, two hats. Excuse me, where is the fitting?あ、ルームいらない。フィッティングでいいんだよね。
Excuse me. あ、そう、例でもいいね。まあいい、Excuse me. Excuse me. Excuse me. Hey, where is fitting? おー、ルームいるの、やっぱり。あれ？なんかあんまいらなかった気がするんだけどなぁ。うん。まあいいや。いや、いるんだね、ルームね。はい。Oh no, this skirt is too long. Oh no, this skirt is too long. このクマさん、スカート履くんだ。Oh no, this skirt is too long. そうなの？大きそうだけどね、このクマさん。うん。試着したんね。too cold, too cold.ワンコール。This T-shirt is too long. This T-shirt is too long. はい、ここにあります。The fitting room. Fitting room.Is here. This skirt is too long. さっき言ったやん。This skirt is too long. はいはい。行きましょう。発音はね。Where is the fitting room? 大学の時の研究室の先生がさ、教授がさ、英語厳しくて。輪番制で、なんか、論文かテキストか英語の論文あれをね、輪番制でね、順番に読まされる時間っていうのがあってね。あれでめっちゃ、発音練習したわ。ダメ出ししてくんの。Where is the fitting room? Where is the fitting room? Where is the fitting room?One coat, three coats. One coat, three coats. ありがたい。One coat, two coats. ありがたいってなんか出ました？なんだ、私の。私の声は正しく、わー、ありがたくはないかな。ちょっと困った先生だった。困った教授だったかな。助教授やってた方の方が、とても、ね、ありがたい存在でした。はい。One code, two codes. 苦行でしたよ、みんな苦行でした。忙しいのに。細けえよ、とか言って。One code, two codes. そう。学会に発表に行く人とかは、海外で発表したりするから、英会話教室とかに通ってたからね。私は行ってないですけど。Why is the fitting room? 大変だねーって思いながら、人事みたいに。大変だねーって。うん、前でちゃんと外で発表してれば、発表する経験があれば、もうちょっと収入はあったかもしれないなぁと思わんでもないです。Drain. はい。何これ？ワンピース。ドレス。ワンピースって何ね？ドレス。That. ちょっと待って、3押しちゃった今。Excuse me, how much are these shoes?Excuse me, how much are these shoes? すいません。それらの these, これらのこの靴はいくらですか？この靴はいくらですか？はい。OK, この方がわかるようになってきたから、料理。助かるね。
Two coats and two coats and two t-shirts. T-shirts. Why じゃない T-shirts. はい、How much is this dress? Two coats and two t-shirts. の方は、何ですか？なんか後悔したんですか？Two coats and two t-shirts. すみません。英語ね、何がいいかな？歌うのが一番いいと思うけどな、と思いますけどね。英語の歌。いくらですか ?How much? Now is this dress? How much is this red dress? How much is this red dress? おすすめの曲歌っちゃダメです。発音ね。でも結構適当でもね、文脈で伝わるからいいんだけど、受験英語とかは大変よね。How much are these shoes? 歌ね。Three t-shirts and two hats. なんかね、配信でも歌って大丈夫な著作権が切れてる曲とかないかなっていうのは探してはいるのよ。Three t-shirts and two hats. T シャツ3枚と、帽子二つ。今ね、カナンさんがさ、お勉強中で、同じ時間ね、この前に行ってきたけど、カナンさん難しいお勉強しちゃってるから、歌を進めようって言って、進めてきたけど、歌って良さそうな歌がないからさ、探してはいるのよ、今。これらの靴はいくらで How much? これ、These shoes. Shoes. これでいいかな？あ、いいが多いな。そう、真面目にやってて、わかんねえって言ってるから。いや、もうちょっと気楽にやればいいのにって、しょっちゅう言ってる。Shoes.あれ？スペル違うよね。あ、そっか。最後に付けたがるの私の癖だ、これ。癖だわ、これ。Three t-shirts and one hat. Three t-shirts. T-shirts, one, なんだっけ。Three t-shirts and one hat.And one hat. Excuse me, how much is this red dress? Excuse me, how much this dress って言った気がする。待って。Excuse me, how much is this red dress? あれ？ How much is this? Is this red dress か？Excuse me, how much is this red dress? How much are these hats? How much are these hats? なんつったこれ、もう忘れちゃったよ。How much are these hats? Hats ね。How much are these shoes? 一緒かい。How much are these shoes? Okay. そう、ちなみにカントリーロードとかは著作権大丈夫なんじゃないかなっていう気はしてはいるんだけどね。一応ね、こういうの探してはいる。ちょっと、つけますね。これじゃないな。ラブさん。
ね、なんかこういうのあるんだけど。違うの開いてない、大丈夫？こっちか。なんかこういうのね、音楽研究所っていうのがあってさ、英語を覚えるための歌ってなって。ね。これ、よくある ABC の歌とか、アルファベットの歌とか、こういうのがあったりするよね。とりあえずこの辺からやってみればいいんじゃない？とか、あとは何だろう。歌入り。英語、日本語歌入り。これ、ロンドン橋とかね。これ、完全に著作権とか、そういうの切れてるから、いけるはず。歌ってもね、日本語は、保護期間終了していないから、英語だけ。英語の原詞を歌ってもいいらしい。ね、これ、簡単なやつ、すごく簡単なの。こういうのとか歌えばいいんじゃないと思うけどな。これね。これ誰でも聞いたことあるよね。Along the bridge is falling down, falling down, falling down. Along the bridge is falling down, my world ready. ってやつ。こういうやつね。こういうのをさ、探してきゃいいんじゃないって思うんだけど。どうだろうね。だから問題はさ、著作権なんよね。なんかカントリーロード行きんじゃないかなって思うんだけど。ないかな。ないかな。ない曲を歌うのは、ちょっと良くないかなと思うから。こうね。ないね。あれ？下の方？いや、あると思うんだけどなぁ。じゃあ、日本語訳されたやつは、ダメだと思うんだけど。英語版はいけるんじゃないかなと思ってはいる。うん、思ってはいますよ。なんかいいのを見つけたら進めようかなと思って。みんな歌えばいいのにって。気楽にね。ないな、カントリーロード。あれ、カントリーロードっていう名前じゃないの、あれ。アメリカ民謡、ウェルカムソング違う。これどんなんだ？知らないんだけど。アメリカの民謡。どんな、あ、スペインの幸せな手を叩こう。原曲ではない。どんなんだろうね。こう知らないから歌えないけど。いや、歌えんのかな？歌って大丈夫なんかな？なんかそういうとこ、あんま引っかかるのはね、やりたくないから、簡単には歌えないんだけど。なんだ、その歌って欲しかったら歌いますよ、私。ディスコードとか。ちょっとぐらいなら歌いますよ。なんかいいのないかなって、こうやって探してます。良さげなのあったら教えてください。で、わかんないんだよね。英語で歌えそうなので。アメリカ民謡愛の方がね、知らないな。知らないのばっかり。これね、違うよね。英語じゃないの、これ。ないんだな。え、これ、スコットランドな。これスコットランドの民謡なの？知らんかった。訳詞不明。え？これなんだっけ？原曲がある。これ日本語やん。そうね。みんなカラオケ配信がどうなるかで、あれ、ちょっと怖くてできないよね。英語の歌とかね、練習がてらやってもいいかなとは思うんだけどさ。いかんせん何を歌うっていう話。なんか、
見つけたら探してちょっとリストアップして練習するかなっていう感じですね。わかんない。もうないで、ないな。そうね、ロンドン橋ぐらいしかないよ。いや、パッと見た感じだと。そう、国家とかなら大丈夫なのかなっていう気もするけどね。マイム前もあるよ、マイム前も。どんなんだっけ、これ。もう忘れちゃったけど、これ読めないわ。何語何語これ。イスラエル。ああ、著作権保護期間中って書いてあるしね。これもダメだね。そう、いいのがあればね。これ歌っても大丈夫なやつだよ、みたいなの教えてもらえるとね、練習するけどね。練習っていうか。で、配信で練習するのもどうかと思うけどさ。歌えてる大丈夫みたいな感じになるけどね。ABC の歌、ABC の歌行ってみる？なんだっけ。戻って。ミリーさんの質疑。ここだっけ。アイドルに入ってよ。マクドナルドじいさんってなったけど。マクドナルドじいさんかって言って。何これ。ちょっとよくわかんない。ABC、ABC はよくあれですね。フランスミニオなのこれ。待って、これは大丈夫なの？日本語訳はダメ。英語はダメかどうかっていうのもわかんないんだな、これ。大丈夫なやつかな、これ。ちょっとやめとこ。アルファベットが ABC ね。これいけんじゃない？これは大丈夫でしょう。大丈夫か？もうね。あ、わかんないわ、これ。これ知らない曲だ。知らない曲だった。あとわかんない。あ、これ。これあれだ。あの、頭かった膝ポネズだ。これ、いいやつ？わかんないね、これも。まあ、いいか。歌っても大丈夫なやつか？へぇ、へぇ、でしょ、どうす、にーだんとぅす、にーだんとぅす、にーだんとぅすってやつよね。違ったっけ？これロンドン橋か。これロンドン橋か。違うな。これロンドン橋。それロンドン橋だよね、メロディー。違うね、私の頭の中でもロンドン橋のメロディーしかない。もうダメだ、これ。もう、なんだろう。もうなんか、良さげな。とりあえず、カントリーロードを歌っても大丈夫かどうかだけ調べとくわ。何か。でもそんな感じでしょ？あの、適当に歌えばそれっぽく聞こえるから。ね。いや、まあそういうことです。そんな感じで一応歌はね、探してはいるのよ。お歌は探して、著作権に引っかからない歌は探してはいます。はい。ね。で、おすすめの、あの、発音を覚えるのにおすすめの歌とかあればね、なんか練習していきたいなって思うけどね。Red.Red. Red. カードだね。クレジットカード。危ない。カードって書きそうだ。クレジットカード。で、クイーン。クイーンって大丈夫なの？クイーンなんだっけ？Land. 何があったっけ？
違うな。わかんない。あれ、切れてたちょ、さっき。planned。planned。planned。わかんない。そこら辺はちゃんと、ちゃんと調べてきてください。ちゃんと。はい。では、can I pay here? Can I pay here? はい。そしたら、ロンドン橋ぐらいしか、今んとこわかんないからね。あれ、簡単すぎて。まあ、歌ってどうなんだっていう話。もうね、この T シャツはね、This T-shirt, this T-shirt, that is very, very high, high and expensive. Like, expensive. This T-shirt is very expensive. Wait, Diva, where can I pay you?Can I pay? なんだ?なんだ ?Can I pay? で、buy でいいのかな ?buy じゃない気がするけど。しかね、with、あ、with だよ。あ、そうだよ。そうだよ。そんな気はしたよ。そんな気はしたよ。絶対 buy じゃないと思ったよ。あ、もういいや。おの、はい、おの。でもいい。バイでも伝わる。大丈夫。大丈夫。This hat is too expensive. そう、手段ね。バイ手段。クレジットカードが手段って言った。手段、ちゃあ手段なんだけど、っていうことだよ。Can I pay with a credit card?So with ね。th の発音もちょっと難しいんだ。Oh, can I pay with a credit card? Oh, can I pay with a credit card? Oh, ね。Oh, 嫌いなやつね。わ。え?あ。あかな?あかな?あ。待ってよ、カードで払えますか?カードで払えますか?クレジットを省略してみる。ダメだった。はい。カードでは通じない。カードではデュオリンゴに通じない。クレジットカード。Well, can I pay here? はい。Well, can I pay here?そうなんですか?カード使えないんですか?それは大変です。うん、便利なのに。こんな便利なものが使えないなんて。お財布の中に現金は入ってませんよ。This coat is too expensive. いつも困ります。たまに困ります。はい。This coat is too expensive. This coat is too expensive. Oh no.These shoes are too expensive. Oh no. These shoes are too expensive. うわ。このシューズ。この靴は高すぎます。まだ作れなかったっけ? Well, can I pay with a credit card? Well, can I pay?Is a credit card? 何歳か作ったっけ ?Oh no! This hat is too expensive! あれ、成人しないとダメだっけ ?18 歳とかだっけ?なんだろうね。いや、義務教育中学までだから、高校から作れてもおかしくないんだけどな。Oh no, this hat is too expensive. うわ。まあ、でも収入ないからダメって言われるパターンになると思うけどね。それ許可されてる。この帽子は高すぎます。
Excuse me, can I pay with a credit card? Excuse me, can I pay with a credit card? Well, where can I pay? Where can I pay? Where can I pay? Oh, where can I pay? どこで払いますか？うわ、oh no. These shoes. So, is too expensive. お、お、お、あ。あ、だった。か。なんてことだ。よいしょ。Where can I pay with credit card? Oh, can I pay with a credit card? ちょっと危ない。声量が落ちている。声量落ちてますね。はい。喉が。Can I pay with a credit card? 声が出てない。声が出てない。わあ、ああ、あ、ちょっと待って、あ、あれ？こうやって言うね。ちっちゃいつだよね。あ、はい。クレジットカードで払いますか？クレジットで払いますか？にしてみよう。カードを今度見てみたい。あ、こっちはいける。こっちはいけんのか。そうですか。Oh no, are these shoes? Are too expensive. おい。はぁ、終わったよ。途中、あれだけど、やってない時間あったからね。ちょっとなんかもう一つやろうか。もう一回やろうかな。どうしようかな。やろうかな。どうしようかな。どうしようかな。簡単なやつやるか。この辺の。もう、ワン単語出てくるやつ。ストーリーやってないですよ。ストーリーやってないよ。全くやってないよ。見る？めちゃめちゃアンロックされてる。これ、一ね。今、さあ、一つもやってないけどね。うわー、つって。また、アンロックされてます。31まで。good timing, hey, bakery, new. 趣味。趣味出てこないんだよ、もう。なんでだろう。はい、吉田さん教えてくださいね。趣味教えて、趣味、うん。そうなんだ、趣味なんだっけ、趣味。もう、ダメだ、もう、趣味ない人だから。趣味ないね。これやってないの、ストーリー。やった方がいい？やります？やった方がいいですか、これ。あんまりね、面白くない。あんまり、面白くないって言ったらあれだけど。なんかそういうシチュエーションないからいいかなって。やってないんだけど。ハビー、あ、そっか。ハビーだ。そうそう、ハビー。うん。そうだった。もう、あ、すぐ忘れちゃうの、もう。ね。ハビーね。ストーリーはしませんって言って流した気がする。アンロックされたよーって言って、はい、しませんって言って。次行っちゃう。どんどん暗録されていきます。なんか面白そうな気がしないんだよね。一個やってみる、最後の方。31。
か気になるある気になるのあります？在宅勤務在宅勤務ああコレクターだ。あちらさんコレクターですよ。コレクション魂です。在宅勤務見てみるこれ。あリーディングモード。ええじゃんこれリーディング私に読めと。Work from home。うん。Work from home。あ、言えてるか、ちょっとこっちでチェックするか。Work from home。言えてない。Work from home。Work なってんだ、これ。Work。違うな、ちょっと待ってよ。Work from home。Work from home。Work from home。B is having a video meeting with her boss, Paula. B is having a video meeting with her boss, Paula. B はいいや別に。Having 言えてないね。A video meeting with her boss, Paula.まあいいんじゃないこれ。これぐらいないんじゃない。 Thank you for working from home while we were fixing the ceilings at the office. うん。そうそう。OR を R なのね。OR は R なの。で、AN が O なのね。Thank you for working from home while we were fixing theSaring at the office. 言えてるこれ。Thank you for working from home. While we... うわぁ。Fixing the... Saring 言えてないね。At the office. まあいいや。修理中。なんか違うな、これな。いいか。これやってったら答え出ちゃうとか、そんなことないかな。No problem.No problem. Oh, yeah. But I have great news. The office will finally open again on Monday. But I have great news. The office will finally open again on Monday. 遊んでたけど、遊んでたんだよね。B is having a video meeting with her boss, Paula. B さんは、彼女の上司のポーラさんとビデオミーティングがあります。っていうシチュエーションらしい。ね、Thank you for working. これがボスか？これボスかな？この人ボスかな？ポーラさんかな？こっちは B さん？どっちだろう？わかんないね。名前出ないかなこれで。オンマウスで。出ないね。We were fixing the ceiling at the office. Ceiling at the office. 修理中です。はい。Thank you. で問題ありません。どっちが女子かわかんないな。どっちだろう。But I have great news. こっちが上司かな。The office will finally open again Monday. 月曜日には、まあ、治るからオフィスに行けるよってことか。B はバンダナの方。こっちが B さん。うん。こっちが上司ね。こっちが上司のポーラさんね。よし。Monday, なんか不満そうね。Yes, isn't that great? Yes, isn't that great? そうよ。なんか問題でも。Well, I like working from home. Well, I like working from home. 在宅ワークがいいわ。ぶっちゃけたな。
A surfer walks by B's window. ぶっちゃけたな、この姉ちゃん。B さん。いや、家から、家で仕事する方がいいんだけど。A surfer walks by B's window. サーファー？ B さんのウィンドウ。で、サーファーが歩いてる。Was that a surfer?You don't live near the beach. 何してんのって言われて。Why was that a surfer? You don't live near the beach. で、なんか、不穏な空気が漂ってきました。If our meeting is finished, then I'll see you on Monday. If our meeting is finished, then I'll see you on Monday. なんか早く終わらせようとしてる。ミーティングを早く終わらせようとしてますね。ごまかしてますね。Paula sees the sunrise from B's window. Paula sees the sunrise from B's window. やばいよ、これ。Paula sees the sunrise from B's window. 日の出 sunrise.Wait a minute. The sun is rising behind you, but it's 11 a.m. Wait a minute. The sun is rising behind you, but it's 11 a.m. なんで日が昇ってんのよって。おかしいだろ。お前どこにいんだよって感じよ。ちょっと待て。つってるわ。あれどうやら、B は自分の家にいないようです。どうやら自分の家にいないようです。ビーチに行ってます。しかも、近所じゃないんですよ。11時に日の出ってことは旅行に行っちゃってますね。完全に。しかも時差があるとこに行ってますね。You're not working from home, are you? You are not working from home, are you?家から仕事してないよね。家で仕事してないよね。Yes? Yes? 開き直ったよ。Yes, I'm working from... じゃあ、ちょっと待って。I'm fixing the settings. 違うな。どこ ?Yes. ああ、そうそうか。You are not working. You are not working from home, are you? Yes, I'm working from home. I am working from home. それは無理があると思う。それは無理があると思うよ。うん、そう。いや。Are you? あ、そうだよ。家で仕事してるんだよ。家で仕事してますよ。言ってますね。うん。そう、家ですね。このユースは家です。うん。肯定してます。肯定じゃない。いや。ああいうに対して、イエスだから。いいね。どうなんのこれ。A seagull flies in through B's window and sits on her desk.A seagull flies in through B's window and sits on her desk. It's カモメ? あ、flies か。flies じゃない。flies。はい。A seagull flies in through B's window and sits on her desk. おかしいね。From my aunt's home on an island.あははは言ってる。私もあははははだよ。From my aunt's home on an island. おばちゃん散ってるわ。But this whole island has great Wi-Fi. But this whole island has great Wi-Fi.いやー、通信環境はいいから問題ないんだよ、つってね。いや、でも一回嘘ついちゃってるから。信用されてないよ、これ。B ちゃん。ねえ。You're not mad, are you?
here? You're not mad, are you? Actually, it doesn't matter where you are right now. 怒ってないよね。怒ってないよね。怒ってないね。うん、怒ってないよね、つって。You're not mad, ね、ちょっと。なんでこんな明るいの？ You're not mad, are you?But this whole island has great Wi-Fi. なんでこんな明るいのこの人。From my aunt's home on an island. B ちゃんあれだね。But this whole island has great Wi-Fi. You're not mad, are you? もうめっちゃあれだね。明るい陽キャだねこの B ちゃん。Actually, it doesn't matter where you are right now.Actually, it doesn't matter where you are right now. なんだ。これは、ん？やることやってりゃいいよってことかな。Oh, good. まあ、やることやってりゃいいよって。言ってるよね。多分ね、ニュアンス的に。Oh, good.But you need to be on the first flight back. But you need to be on the first flight back. 早く帰ってこいと。うん。まあ、いや、仕事さえできてりゃいいよってことよ。うん。まあ、仕事できてんだったらいいよって。どこでもいいよって。でも言っといてほしかったなってことよね。うん。緊急時に呼び出しとかできないから。はよ帰ってこいと。うん。そんな、時差があるようなところに行ってもらっちゃ困るよと。さすがにね。月曜日から会社へ出勤しなければならないから。そう。月曜日には会社の電気が直ってしまうんです。だから会社がオープンします。出社できちゃうんです。だから、月曜日から通常通りに出社してください。言えてますね。何これ？選べと。そのまま、ride。住んでる。これなんだよ。住んでる、ride。live。desk。island。はい。sunrise。やべえ。意外と面白かった。いや、意外と面白かったよ。ね。今回どうでもいいと思ってたけど、意外と面白かったわ。うん。はい。いいなぁ。もうそういう環境で働けるのいいなぁ。今そういう環境だけどさ。だけどさ、今そういう環境だけどさ、いいなぁ。ああいう明るいやりとりはいいね。元気なら、元気なら真面目に仕事しようって感じだからね、日本はね。じゃあ、そういうことで、今日はここまでだ。はい、ここまでです。うん、1時間、ちょうど1時間ぐらい。経ってるはず。あと2分あるけど。うん。終了でございますよ。はい、おつです。はい、お疲れ様です。はい、来てくれてありがとうございます。うん、そうね。別にね、ネットつながればね、どこでもいいよね。うんはい、お疲れ様でした。See you tomorrow. See you next time. Bye bye.